コンスタンティノス・ミトログルは、ギリシャ・カバラ出身のサッカー選手。ギリシャ代表、アリス・テッサロニキ FC 所属。ポジションはフォワード。ギリシャのカバラ出身であるが後に家族と共に、ドイツへ移住し、ドイツで、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。後日の UEFAU-19、欧州選手権での活躍から、2007年に、オリンピアコス FC へ移籍。 2007年9月30日のアリステッサロに期戦でオリンピアコスでのデビューを飾ると1年目からリーグとカップで計6得点を挙げオリンピアコスの2冠獲得に貢献したしかし2008から09シーズンにエルネスト・バルベルデが監督となると出場機会が大きく減ったバルベルデが去った2009から10シーズンはリーグでは自己最多となる26試合に出場し9得点を 記録。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグのスタンダールリエージュ戦、決勝トーナメント1回戦セカンド、レグのボルドー戦で得点を挙げるなど、オリンピアコスの決勝トーナメント進出に貢献した。ところが、バルベルデが監督に復帰した2010から11、シーズンは再び控えに降格、シーズン前半のリーグ戦出場はに止まった。2011年1月に、 パニオニオス GSS へ、レンタル移籍。シーズン後半の11試合の出場で8得点を上げる活躍を見せた。2011から12シーズンは、アトロミトス FC へ、レンタル移籍。28試合に出場し、リーグ2位となる16得点を上げ、アトロミトスのリーグプレイオフ進出、ギリシャカップ準優勝に貢献した。 オリンピアコスに復帰した2012から13シーズンは、レギュラーとしてプレー。2013年1月には、年間最優秀ギリシャ人選手に選出された。最終的には、リーグ戦25試合で11得点、カップ戦9試合で5得点を記録し、オリンピアコスの2冠獲得に貢献。またチャンピオンズリーグでも4得点を挙げた。2013から14シーズンの UEFA。 チャンピオンズリーグ2013から14では、第2節の RSC、アンデルレフィト戦で、ハットトリックを記録し、UEFA チャンピオンズリーグで、ハットトリックを達成した初のギリシャ人となった。2014年1月31日、フラム FC へ移籍した。2017年8月31日、オリンピックマルセイユに移籍した。2007年の UEFAU-19。19 欧州選手権2007では U-19、ギリシャ代表のストライカーとして、前後試合に出場。大会最多タイとなる3得点を挙げ、ギリシャの準優勝に貢献した。2009年11月14日のワールドカップ予選、ウクライナ戦でフル代表デビュー。2012年には UEFA ユーロ2012のメンバーに選出されたが、出場は、 グループリーグ第2戦のチェコ戦の1試合に終わった。2012年8月15日のノルウェーとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。